それでは、こちらの涼しい木陰でミルクを与えようかと思います。製法に近づけて作られたものでして、粉ミルクをお湯で溶いております。粉ミルク、今日2頭にこうして用意してますが、量が全く違います。本当の頭皮ご覧の通り非常にお腹が空いてますし、用意されている量もかなり多いです、はい、もう待ちわびてますので、早速ミルクに渡せようかと思いますが、まずはちょっと私から一旦離れてもらいましょう。はい、それでは早速皆さんの前でまず姿をご覧いただこうかと思います。あっという間に飲み干してしまうかと思いますので、どうぞ皆様ご覧ください。はい、オヒクトヒ、なぜ用意した量が違うのかと言いますと、実はこのミルク、そもそもお母さんパンダからもらうお乳で足りないのを補う役割なんです。今朝早い時間にお母さんからお乳をもらったオヒ、今お腹はさほど空いておりません。お乳で足りなかった分をそして哺乳瓶で少し与えました。この人工のパンダミルクを少し多めに用意したというところになります。そしてミルクの後には、キータが最近よく食べますこちらのリンゴ、リンゴも与えます。練習を重ねました。お母さんパンダのラウニ、今回で4回目の出産子育てなんですけれども、過去に3回双子を産み、そして育てております。その経験がありますので、私たちスタッフ、ラウニの子育て能力、母性本能を信じまして練習をしました。すると子どもたちの成長に従って、子どもたちが成長するに従って、お母さんの子育てにも余裕が出てきたのか、落ち着いて子ども2頭を同時に面倒を見られるようになったんです。今ではこの広い外の運動場に親子3頭で開放してもしっかり落ち着いて過ごせるようになっております。今月初めからこの外の運動場に親子3頭で出られるようになりまして、この後も実はお母さんパンダここにやってきます。親子3頭になったところも大変微笑ましいですので、ぜひゆっくり。さて、他に何か知りたいこと、気になることはございませんでしょうか。いつもありましたら、はい、ありがとうございます。はい、実は、この桜浜桃浜、お母さんからの卒業さほど遠くありません。野生のパンダたちも1歳から1歳半、長くて2歳ぐらいまで一緒に過ごすようですが、私たちスタッフ、ラウヒンの体調や疲れなども考慮しまして、親子の離れる時期を決めます。もしかすると2頭1歳になる前に親子離れ離れになる時が来るかもしれません。本来は1頭しか育てられないジャイアントパンダのお母さんですが、ラウヒには頑張って2頭の面倒をしっかり見てもらいました。十分頑張りましたので、少し早めに子供から離れ、体を休めてほしいなという気持ちもあります。また同時に2頭の成長非常に順調でして、これまでのお兄さんお姉さんたちよりも
速いスピードで大きくなっているぐらいです。この2頭の成長を見ていても、そろそろお母さんから話しても、なんとかやっていけるかな、そんな期待もありますので、まだ正式にいつ、親子が離れるか決まっておりませんが、年内にはお別れの。さあ、他に何かあればお答えいたしますが、何かございますでしょうか。はい、ドームへ登りますと、2階観覧場から大変お近くでご覧いただけます。2階観覧場ではクリーニングセンターのちょうど反対側に階段がございますので、よろしければご利用ください。ダメ。やっぱりあの奥のやな。赤さんパンが上がってますね。やっぱりあの暑いぞ。赤さんパンにはお母さんパンダが食べる新鮮な竹やおやつのリンゴや人参、動物用のビスケットを準備しております。お互い運動場へお進みいただきました。桜浜と桜浜のお父さんパンダ永明もご覧いただきます。お父さんパンダ永明はベリーリングセンターをご覧いただきます。ご覧いただけます。うん、そうや、なかった。あの時、金増えた。さあ、お姉様の姿、ご覧いただけます。現在、一頭は高い台の上で飛ばしておりますが、世界観覧場へお進みいただきますと、この台の上の赤さん、大変お近くでご覧いただけます。世界観覧場へは、一行したのはクリーニングセンターの現在は、桜浜と桜浜で4回目の子育てを頑張っております。桜浜が今までに海子育てしてきました子どもたちは、この電車を愛されると散歩をしてご覧いただけます。子どもたちは現在5歳の双子、3歳と4歳、そして3歳のメスの2歳がご覧いただけます。アメリカワールドでは現在7校のダイヤルさんが暮らしております。こちらのビリーブルーセンターによると、県内のこのビリーブルーセンターにより
その扉の前にいますと
ぜひお母さんに早く会いたいようです。お母さんにとても甘い姿、この後ご覧いただけるかと思います。先ほどのお写真があったように比較的午前中は動いている姿多く見られることがありますが、時によってはもう朝から寝てしまうということもありますので、本日は午後4時まで親子の姿ご覧いただけます。ぜひお時間ございましたら何とか足をお運びいただきまして、親子の姿ぜひご覧ください。え、ここでですか？いや、ちょっと前ですよ。そんなに、うん、でも名前は知らないんですけど、知ってますよ。だから、多分昇格しますよ。今まで愛の MC サイズ。ガクルッと回しましたが、パンダはとても体の柔らかい動物です。ですので、今、スタッフが台の上から落ちても怪我をすることはありません。木登りが得意なんですが、実は木から降りることは少し苦手なようです。さあ、やはりお母さんが会いたいようで、素早く木の台から降りようと今頑張っています。このように皆様しっかりと自分の力で降りることもできるようになって、日々成長し続けております。実際にこの後竹を食べようとしている姿ご覧いただけるかとは思いますが、実際に竹を食べることができるのは約1歳頃から。やはり乳歯の歯がむずがゆいようで硬いものを噛んだり、またお母さんの真似をして噛んでいる姿多くご覧いただけるかと思います。やはりどうやらお母さんに早く会いたいようで扉前に行ってしまったようですが、さあ扉を開けることができるでしょうか。ちょっとなんか飛行機とかなんか見ないのがあるけど、海外行き慣れてる人は急遽行けてる。隣に移動してもらいまして、お母さんパンダもやってまいりました。どうぞ皆様大変長らくお待たせいたしました。この後は午後4時まで親子の姿ご覧いただけます。ぜひ皆様この後も親子の愛らしい姿ぜひご覧ください。またただいまの時間、大変多くのお客様お越しいただいております。前のお客様は時折後ろのお客様と交代しながらご観覧ください。本日はまた建物の2階観覧通路も開放しております。外の運動場の反対側に入り口がございます。どうぞ左右どちらからもお進みいただくことができますので、運動場の反対側入り口の階段より2階観覧通路お進みください。ただいまの時間少し混み合っております。どうぞ皆様場所を譲り合いながらご観覧ください。
また本日午後4時まで親子の姿をご覧になります。ぜひ皆様何度か足を運びいただきまして、親子の仲むつまじい姿ぜひご覧ください。なお本日大変いいお天気ですので、気温上昇に伴いまして親子の様子によっては外の運動場から中の運動場へと移動することもございます。今の行けたわ。どうぞ皆様あらかじめご了承ください。それでは今日一日皆様アドベンチャーワールドで素敵な時間をお過ごしください。遊んでもらってるよね。
ありがとうございます。
お願いいたします。
下にしか見えなかった。
でもほら、竹もやばい、いいなぁ。でも動いてるんちゃう今日、めっちゃほんま甘えてるね、お母さんじゃかわいい。でも猫もさ、なんかアルコール噛んで移動してあるとね、痛くないらしいの。歯もなんかあれだって、うん、だから皮だけ掴んでるから痛くないらしい。ライオンなんかみんなああやって運んでるのね、あっそうだ子供は。そう、あの黒い4つのところおっぱいにさ、はい、そうなんだ。もっと下とかいや、あ、おっぱいって言ったら多いよ、下なんだ。赤ちゃんお母さんが来たんですよ。
声はそう、ほら。寝ちゃった？
シャビシャビだよ。もう何て言うんだろうね、50万くらいです。こんなにして可愛いと言われる動物はいないわね。どこにした？あ、すごいじゃん。何？似顔絵みたいな。なんで？自分の子供に。泣き泣きだった。え、投げ飛ばした。お母ちゃんに舐められちゃった。また来てる。また来てる。リブロックされてる。かわいい。かわいい。ここに来た。ここに。なんでここ来た。本当パンダ団子みたいだね、丸くて。えいってやって格闘して、股だらけになっちゃった写真。本当だよ。見て見て、この足の柔らかさ。足を食べる。あの足。今お母さんがベストショットで正面で食べてる。はい。
やだー、かわいい、めっちゃかわいい。かわいい、かわいい、かわいい。なんでここ来た？かわいい、かわいい。ほんとパンダ団子みたいだね、丸くて。えいえいってやって格闘して、汗だらけになっちゃった写真。本当だよ、かわいい。見て見て、この汗の柔らかさ。足を食べる、中にめっちゃ変わっちゃう。似顔に。かわいい。
Wi-Fi
あ、もう満足したら言って。
怖いよ。
治療の際に。ちょっと怖いな。ちょっとなかったらすみません。
俺その人が。
作りたい。すいません、お時間ですのでそろそろ帰らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。マスメの帰らせていただきます。あ、そっかそっか、重たいよ。明日落ちてもらったら大県内野菜品はお母さんのおっぱいだけで製造しております。1日に1回から2回たっぷりのお買い物で製造中です。歯は生えてるんですか？最近では乳歯が生えかけておりまして、柔らかいリンゴが食べられるようになってまいりました。で、まもなくしますとタケノコの時期を迎えますので、タケノコなどまで食べられるようになるかと思います。竹を食べるようになるのはまだまだ先でして、1歳2、3ヶ月大人のまま乳歯が生え揃った頃にようやく食べ始めます。それまではお母さんのおっぱいとタケノコ、リンゴなどを食べて成長してまいります。その後、最近のお客様、前の方との間が空いております。その間を止めたらお前さんにご協力をお願いいたします。ありがとうございます。ただいま最前列でご覧いただける完全まで開放させていただきます。失礼します。で、順番にレッツロープを外してまいりますが、合図があるまでは前に出ないようにお願いします。少々お待ちくださいませ。少々お待ちください。それではただいまを待ちまして、お母さんパンダ来賓
一足お先にバルテラムへとお届けせていただきます。さあ、で引き抜きまして最後の自分でお母さんなどを追って楽屋で飾ってまいります。はい、それでは名前をもちまして、あやま公開終了とさせていただきます。最後までありがとうございました。これがお稽古をお願いします。
Thank you.
食うで。どうぞ。
Thank you.
皆様最後までお付き合いいただきます。